ヒラの仕様、トベ新メンバーに追わせ、ファンの期待と疑念が交錯。ジャニーズ事務所を退場した元キング・アンドスのキシ太タが新たな舞台での活動を示唆する兆しを示すとして、ファンたちの間で話題となっています。キシ太タがトベに合流するのではないかという期待や疑念が、ヒラの仕様の最新のインスタグラム投稿によって火花を散らしています。 平野紫耀26は14日に自身のインスタグラムを更新し、大勢のフォロワーたちに笑顔を届けました。彼は街角で撮影したショットを公開し、大量にどうぞ最後のはお遊び可愛かったからやってみたしょう、とコメントを添えました。そのポストは多くのファンに喜びと笑顔をもたらいましたが、特に1枚目の画像が注目を浴びています。 この画像には、平野市要が看板の横に立つ様子が捉えられていますが、その看板には、行き止まり U ターン、できません、という文字が鮮明に描かれています。そして、特に、岸優太という表現が強調されているようにも見えるため、ネット上で岸優太の名前と関連付けられ、岸優太、つまり岸優太が9月いっぱいでジャニーズ事務所を退所し、 トゲに合流するのではないかという憶測が広まっています。SNS 上ではこの憶測について様々な声が上がっており、期待と疑念が交錯しています。一部のファンからはありえるかも。岸士君も合流するのかなという期待の声が聞かれますが一方でく君は絶対そんなことしないと思うまさかそんなことはないでしょうという意見も存在します。 平野の仕とキシユタは、キング・アンド・ピスとして共に活動してきましたが、キシユタの退場後、彼らの関係がどのように進展するのかは多くのファンにとって気になるところです。現時点では公式な発表はなされていないため、ファンたちは緊張感と期待感を胸に、今後の動向を注視している状況です。 平野紫仕様のインスタグラム投稿は、ファンたちの間で私有太の飛べ合流の兆しを匂わせるものとして話題になっています。一部のファンは期待に胸を膨らませており、新たな共演やプロジェクトに期待を寄せています。しかし、他のファンからは平野仕様がわざわざ匂わせる必要はないだろうという意見もあり、事実関係についての公式なアナウンスが待たれています。現在、 飛べは15日に公式 YouTube チャンネルで緊急性配信を行うと予告しており、その中で何らかの新情報や発表があるかもしれません。ファンたちは今後の動向に注目し、平野紫耀と岸優太の未来に期待と興奮を抱いています。どのような展開が待っているのか、今後の発表を楽しみに待ちたいところです。